10月14日、秘宝島到着。想像してた通り面白くなりそうだ。小暮とかいううさんくさい業者がいるし、ヨネもマナミも何か隠してそうだ。しかし驚いたぜ。あの三村翔子が葉月にくっついてやがったとは。あの色気で今まで何人の大物を垂らし込んできたことか。今度は何を狙ってるんだ。それにしても娘の真由良が巫女さんをやってるとはね。葉月とは仲が悪そうだし、これから何が起こるか楽しみだ。滞在中に必ず何かを掴んでやる。あの12年前の出来事さえ詳しく分かれば、葉月の野郎きっと尻尾を出すはずだ。伝説の大清少の仮面を俺がひっぺがしてやる。どんな些細なことでもテープに吹き込んでおくことにしよう。